いや、もうちょっと買いすぎてしまうから。質問が来てる。最高戦にネットマージャンを主力にしている人たちが多く迎えられることにどう思いますか。ああ、はいはい。リーグのメタとか戦略が変わっていくと思いますか。もう今日ね、ちょっと見てた、フトッシーも解説教師したんだけど、うん、やっぱネットの打ち方と、そのプロの、トッププロの打ち方が近づいてるって、今日フトッシー言ってて。うん、だからなんていうか、ネットの強い人が最高戦の強い人と乖離してるとは思えないんだよね。うんうんうん、やっぱり、そう。だから、なんていうか、むしろそんなに意識しなくていいのかなと思ってます。まあ、ドッポさんとかよくセットするし、うん、まあ、フトシーともよく勉強会やってたし、なんかそんなに本当に特殊感はないので、うん、そう、ネットで強いから、なんか独特とか、我々と全然違うってことはないです。うん。うん、そう思うよ。そう思います。そう。だから、あんまり意識しなくていいとは思います。そう、今さらそんなにね、戦術とか基本の打ち方はそんなに変わるもんじゃないよ。そ、は、う、い、ですよね。うん、で、そう、僕はあの滝田君にもらって、あの、ナーガの見て、まあ、多少、ほんまかいなってとこあったけど、うん、でも、なんか大枠別に、まあ、そうだよねっていうやっぱ話が多かったから、ね、まあ、確かにね、ちょっと俺、折りすぎかなとか思うけど、うん、にしても、まあ、でもそれは一応、なんていうかこう分かった上で、うん、まあ、ちょっと俺はまあ守備的だなってやっぱ自分で思ってるから、でもそのバランスでいいかなと思ってやってるし、うん、そう、なんかそんなにね急に新戦術が生まれるとかそういうことはねないと思うんですよ。ない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 、今さらないないない。そうそう、まあ俺大江さんともね12年ぐらい一緒に勉強会やってるし、そう、もちろんあの発見はいっぱいあるよ、うん、泣き読みとかそういうところで、でもやっぱね大筋はそんな急に変わらんからな、うん、それより自分のなんか見落としとかを減らす方が大事だよね。そう、やっぱだんだん年食って、そうだね、あれっていうのが増えてきて。だいたいあれだ、研究会は最初に俺がさ、え、これってさ、つってさ、こういうのがやっぱ多いってことは、これからこういうふうにパターンの時は、これ無筋通せんじゃねえのって言ってさ、みんなで話して、はいはい、後で水巻さんに確認するんだよな。そうですね。最終的に水巻チェックがある。水巻さん、これ僕次からじゃあこの泣きの時はこれ全部通せんじゃないですかこの色とか言うとね、水巻さんにチェックしてもらって、水巻さんが OK ならいけっかなみたいな。確かに、うん、いやでもね本当勉強会って思うのがやっぱ土終盤は本当にもう枚数確認の1個間違えると、うん、まず全然違うし、やっぱそのチートイトイトイとかって、うん、読めたら相当なんだよね、やっぱ相当限定されるから、うん、なんかそこをね本当にね短い時間だとね考えられないんだよね、うんうん、そこはやっぱちょっと本当はもっと時間使いたいなと思う。俺は絶対遠慮しないよ時間使って、これはもうチンチンと読み切りとか、いや特に本当バカンス映画で一番思ったのがなんかそこなんだよな、うん、結構の終盤でいわゆるねこれはなんか、うん、まあやめた方がいいよねみたいなところが、いやよく考えたら全然いけたなみたいな、うん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 、結構多かったですね、うん、そう、まあ、要は理屈立てて考えれば結構できることが多かったから、うん、うーん、そこはもうちょっと本当はね時間使いたい、今風潮的にそれできないけどね、最高戦の対局でもそこまでは時間使えないけど、まあな、最高戦は所作で時間使っちゃうからな、レベル上がれば要はそれをもう事前に考えておいて露終盤で、ね、ずんたん無理だよ、レベルが上がって時間を短縮できるならばそれこそ将棋の人たちだってじゃあ10分でやればいいじゃないですか。そうなんです。2日もかけて十何時間も試行時間あってやっと頑張ってやってるじゃないですか一試合を。無理ですよね、だからマージャンもスピードアップすると多少その読みを捨てるというか、うん、僕は捨てましたよ M リーグでもう、はい、いや諦めましたよ。僕もまあ正直今はそっちの方向で頑張ってるというか、うん、まあだからもっとなんていうのパターン読みっていうか、うん、そう細かいところまでは突き詰めるのをさすがに時間かかりすぎからまあ諦めて、いやマジ残念だったよな、あの頃の俺を見したかったな日本中に。マジで俺結構さオタクだからさ、うん、結構誰も絶対否定できないチートイツを否定したりさ、根拠結構俺頑張ったじゃん俺勉強。いやでもなんかわかんないですけど、あのバカンスリーグの検討会はもうめちゃめちゃ配信に値するというか、うんうん、でもあれはもう無理だ、俺は10分考えないとか5分考えないとできないもん。いやそれは多分そうだと思います。その、うん、あるじゃないですか謎解きとかだって、うん、そんなペペペってすぐ分かるわけじゃなくてめっちゃ順序立てて結構時間かかって解いたりするでしょ、うんうん、でも1打10分かけるマージャン誰が見んだよ今。いやそうなんですよ、まあ、だから今は僕も正直、うん、まあ、それは無理だよねマージャンだもんって思って
ちょっと別の方向で、だから僕だから本当に今はちょっとだから動画とかを多めに見て、やっぱりそのパターン読みとか人読みとかそっちの方をちょっと増やすしかないのかなって感じでやってます。知的ゲームとして面白かったらいいな。5番が埼玉の井上。なんかいつも思うんですけど、青の人ってちょっと太ってないですか？そんなことない。関係ないよ。まあ、6も太ってるよ。6も太ってるし、ずんたんも太ってるよ。すらしてます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。